どうも皆さん、こんにちは。ムケオでございます。話題が爆発してますね。各 SNS で拡散されまくってます。スウォッチブランパンコラボが今日ホームページ更新されました。詳しく見ていきましょう。はい、こちらですね。ガチでかっこいいですね。マジで欲しいんですけど。これもフィフティファズムスやん。これめちゃめちゃいいと思うんですけどね。ちょっとこちら見ていくんですけれども、このブランパンスウォッチ、あの画像出まして、9月9日発売となってたんで、そこに発表するのかなと思いきや、もうこの9月7日本日時点でもうここ更新されております。めっちゃいいっすね。これちょっと見ていきましょう。はい、さあ映像が始まりました。ドローン撮影、ブランパンスウォッチ、あいいですね。波、あチューブライディングできそうな波が来まして、さあ潜っていっております。深く潜っていける56、はい、どんどん潜っていきます。さあどんぐらい潜るんでしょうか。海の中入っていて、はい、91m300ft まで潜りましたね。この数字は何なんでしょうかね。おっと、ウミウシが出てきましたね。さあ来ました、ムーブメントの中に入りました。おっと、ムーブメントに入っておりますね。すごいですね。ウミウシです。はい、おプリントされました地球の絵が。さあ文字盤、こういうね、作成映像大好きです。さあプリントされていって、ブランパンとシュッシュッシュと言ってます。スウォッチブランパン、ああ出来上がりましたね。素晴らしい文字盤だ。おっと、どんどんできていくね。いやめっちゃいいですよねこれ。こうやって、さあセラミックっぽいですよね。バイオセラミックですかね。前回のオメガスウォッチと一緒のような。おっとくるくると回っております。さあつけまして、ナトーストラップも最高だ。出来上がりました。素晴らしい、欲しい、ガチで欲しい。さあブランパンとスウォッチということでございます。いや素晴らしいですね。はい、詳細見ていきましょう。バイオセラミックスキューバフィフティファゾムスコレクション、もうフィフティファゾムスですよ皆さん。これがね、もうやっぱりブランパンといえばというところ、私もはこれかっこいいなと思ってブランパンで見てた時計が今回コラボしました。ブランパンスウォッチ、最初の本格的なダイバーズウォッチフィフティファゾムスへのオマージュです。今から70年前、そうですね、サブマリーナと一緒、1953年製ですからね。フィフティファズムス、熱心なスキューバダイバーによって作られ、水中探検のあらゆるニーズを満たす最初のタイムピースとして時計業界に革命を起こしました。バイオセラミックスキューバフィフティファズムスコレクションの5種類の機械式時計は、同時にスウォッチのダイビングウォッチシリーズスキューバを参照しながら、このスイス時計製造のアイコンウォッチの特徴を全て忠実に再現しています。深海からインスピレーションを得た各モデルは5代用のうち1つをそれぞれ称え、海底に生息する美しいカラフルな動物ウミウシを称えます。この非限定コレクションは2023年9月9日より一部スウォッチ直営店にてお買い求めいただきます。お一人様1店舗1日1本まででございます。お一人様1日1店舗ということは、2日目行けばもう1本買えるんですかね。いやこれ絶対もう、あっちゃ交通費出してよパターンだな、完全な。はい、ちょっと見ていきましょう。これ非限定コレクションになってますね。限定じゃないんだこれ。はい、さあこちらちょっと一つ一つね見ていきますね。このチャンネルは私、平成元年生まれ向けがロレックス正規店で夢の GMT マスター2購入できましたので、次はロレックスマラソンランナーの夢、デイトナ目指し世界中旅するチャンネルです。皆さんチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。はい、こちら北極海モデルでございます。氷で覆われた地球上で一番小さい太陽、南極海を称えるアークティックオーシャンモデルは、ホワイトの十字のカットが入ったイエローの背景にレッドクローバーという特別なシンボルがコントラストをなす、ソフトなベージュの文字盤に施されているのが特徴です。ロゴの下には No Radiations という文字が大胆に配置されていて、伝統的なフィフティファズムスの遺産、そして60年代のダイバーズウォッチの豊かな歴史を意識した演出となっています。
いうことでございます。この放射罰とかね、これ核のね、核禁止みたいなマークに罰が書いてますね。このシンボルはブランパンがラジウムを含まない世界初のダイバーズウォッチを発表した時に使われていたもので、今日の時計コレクターの間で人気のあるディテールです。システム51を搭載したタイムピースの裏面には燃えるような杉の這うウミウシらしいですねの美しいイラストが描かれ、この動物のカラーが漁網をリサイクルして作ったナトーストラップやバイオセラミックケースグラデーションの文字盤に用いられていますということでございます。いや素晴らしいね。オレンジ色もかっこいいな。はい、こちらがね、北極海モデル、ね、特徴的なラディエーション禁止のね、マークも出てます。オレンジ色もかっこいい。ナトーベルトも最高だ。はい、皆さん、パシフィックオーシャンでございます。かっこいいですね。我らがパシフィックオーシャン。パシフィックオーシャンモデルは、5大洋のうち最大で最も深い太平洋に生息するクロモードリス空体の鮮やかなカラーからインスパイアされております。だからもう本当にウミウシとこう、あれしてるんですね。ウミウシの色とかをこう入れ込んでいるというね、そういうモデルになってるんですね。はい、こちらもね、漁網をリサイクルしているというね、SDGs なモデルでございます。こちらラディエーション的なの入ってないですね。右下に日付が入っているという形ですね。いや、この色もなんかビビットカラーで素晴らしい。さあ、これは人気が出そうだな。アトランティックオーシャンです。大西洋モデル、アトランティックオーシャンの深みのある強烈なブルーの色合いは、大西洋の荒海と激しい波をモチーフにしています。時計のバイオニックケース、4時1と5時1の間に日付インジケーターがあるグラデーションの文字盤、そして漁網をリサイクルして作ったナトーストラップのカラーは、青みの海牛がインスピレーションの源になっております。ブルードラゴンの名でも知られるこの美しい動物は大西洋を漂い、システム51搭載のこのタイムピースの裏面に書かれていますということです。これ人気出そうですね。ブルードラゴン大西洋モデル。さあ、またこれもね、いい色してますね。これインディアンオーシャンですね。はい、こちらね、エネルギッシュなグリーンを使ったインディアンオーシャンモデル、青草が茂るまばゆいばかりの水のイメージを喚起しますと、こちらは赤富中流グーウミウシということでございますね。皆さんもうウミウシなんですね。このウミウシこんなんいるんだ。はい、ですね、皆さん、私が海底に潜った動画においてもウミウシこれ映っております。カード出しておきますのでぜひ見てください。サブマリーナで潜ってます。このサブマリーナとロレックスサブマリーナとこのフィフティファズモス同じ年に出てます。そして今年で70周年を迎えます。はい、さあこちらですね。はい、こちら南極海でございます。南極海モデル、地球上で最も極端な環境の一つに称える南極海モデルは、水があることを検知するバイカラーの液体接触インジケーターを搭載しています。なるほど。クールグレーのグラデーションが施された文字盤の6時にあるこのセンサーは、ミリタリー用のダイビングウォッチの重要な機能で、時計コレクターの間では非常に人気の高いディテールと、北極海と南極海のモデルには文字盤がね、特徴的だということでございます。またこのベゼルとかもいいですね。なんかちょっと焼けた感が出てるようなこのクリーム色みたいな感じね。こちらもね、神秘的なウミウシ、これが描かれているということになっております。ちょっとこれのね、動く映像ね、インスタグラムの方で見つけましたので、ぜひ皆さんね、こちらの方絶対にフォローしていただきたいんですけど、ちょっと見ていただきましょう。はい、こちらのアカウントさんですね、見てください。こんな感じで動いております。思ったよりも白い感じは出ております。そしてね、これ機械式のこのウミウシのやつが回るんですよね。ああ、こうやって回るんですね。いいですよねこれ。はい、ベゼルもね、こういう風に回っております。はい、ここでリューズを巻くんですかね。こういう形で巻けるんだな。素晴らしいですね。はい、ナトーストラップね、このようなディテールとなっております。後ろが回ると、本当に素晴らしい。でこれですよね、その機械式のムーブメントなんですけれども、システム51というね、ムーブメントだということです。バイオセラミックスキューバ50ファズムズコレクションの時計は、スウォッチの機械式ムーブメントシステム51を搭載しています。2013年に発表されたスウォッチシステム51は、
生産が完全オートメーション化された最初の、そして唯一の機械式ムーブメントです。中央にネジがわずか1本で、パーツが全部でたった51個なのがこのスウォッチメイドメカニズムの特徴で、90時間パワーリザーブ、そしてニバクロンっていうんですかね、ニバクロンで作られたゼンマイのおかげで完全な耐磁性を備え、高精度です。すごいですね。90時間って言ったら高級時計でも高級機械式時計でもなかなか出せないですよね。70時間とかがね、ロレックスでもあれですけれども、素晴らしいですね。まさにスウォッチ流で透明なケースバッグのおかげで、どのシステム51ムーブメントも裏面から見えるようになっています。バイオセラミックスキューバ50ファズムスコレクションの5種類の時計には、それぞれ5代用のうち1つに見られる美しいカラフルな動物ウミウシのイラストがついています。ウミウシはムーブメントのローターにデジタルプリントされていて、このローターにより手首を動かすだけで時計が自動的に充電できます。機械式ですからね。あ、これですね。ムーブメントの詳細はね、ここに飛べばね、あ、こうネジ1本でっていうことですね。できると。そしてくるくる回るんですね。いやー素晴らしい。スウォッチの機械式ムーブメントに透明なくるくる回るウミウシが映っている。面白いですね。バイオセラミック。スウォッチによって開発された特許取得済みのバイオセラミックは、3分の2が高級時計で使用されるセラミック。3分の1が日増し油を原料にしたバイオ由来素材に独自にブレンドしたもので、非常に耐久性があり傷がつきにくくシルキーマットな仕上がりになっています。バイオセラミックスキューバ50ファズムスコレクションは、どの時計もバイオセラミックケースとベゼル、クラウン、そしてバイオセラミックのピンバックルとループが使われていますとなっております。セラミックですからね、めちゃめちゃやっぱ傷はつきにくいでしょうね。まあロレックスでいうところのそのセラミックベゼルとか、まあ、この辺に使われているような素材と、まあ、独自の特許で作られた素材だということです。ちょっと実物持ってはないんですけれども、まあ、これ見る限りだと傷とかめっちゃつきにくそうですよね。スウォッチと入っております。はい、ブランパについてはですね、もう前も言いましたけれども、もうめちゃくちゃ歴史が古い乙時計ですね。1735年スイスジュラに創立したブランパンは、あ、ジュラ行きたいな、うん、スイスチャレンジ中ですからね。近くにラショードフォンとかありますよね。世界最古の時計ブランドとして知られています。イノベーションの伝統に忠実で、長年にわたり数多くの複雑な時計を発明してきたことで強固な地位を築いてきたブランパンは、時計製造の限界を押し上げてこれまで達したことなかった境地にたどり着いています。フィフティファズムスは潜水の発展と海洋の発見で重要な役割を果たし、ブランパンが海洋関係のコミュニティと強い絆で結ばれることを可能にしましたと。はい、ちょっとね、販売店ちょっと見ていきますかね。さあ、これね、世界中どこで販売するかっていうところ出てるんですけれども、はい、出ました皆さん。今これ出てるのはもう大都会だけ。はい、見てください。はい、もう東京、京都、大阪、はい、港区、京都、大阪、横浜ということになっております。ちょっと田舎はきついですね。ここでしか買えないということでなってますね。まあ、非限定ですから、まあ、もしかすると今後広がっていくとかあるのかもしれませんけれども、まあ、この地域の方、おめでとうございます。もしね、この動画見てね、買われたい方はね、ぜひ行って買ったら教えてくださいね。めちゃめちゃ素晴らしいと思います。はい、この地域での販売となっております。はい、値段になるんですけれども、6万500円となってますね。まあ、物価がめちゃめちゃ高いスイスにおいて、まあ、6万500円。まあね、そんなに高くはないんじゃないでしょうか。逆に安すぎないので、これ、転売ヤーさんとかもなかなか来なくなるのかな。でも、こんぐらいだったら来るんかな。うん、ちょっとわかんないですけれども、まあ6万500円というところですね。いや、絶妙な値段設定、いいと思います。はい、それぞれのページにね、その細部の寄りの画像とかありますからね、めちゃめちゃかっこいいです。ぜひ皆さんね、興味ある方見てください。さあ、見てきましたけれども、めちゃめちゃ面白いですね。機械式だし、伝統的なブランパンとね、スウォッチ、ここのコラボとなっております。マジで素晴らしい。そしてウミウシ、そのテーマも面白いですね。
はい、五大王でこういう風に出てきておりますね。いやちょっとこれは、まあ、今後ねちょっと見れる機会があれば本当これはね追っていきたいなと思います。ちょっと近くで販売はなさそうな気がしますのでね。ちょっとね勘違い私してたと思うんですけれども、これは本物のフィフティファズムスという認識ですかね。やっぱりこれも出たのかなと思ったんですけど、これは本物ですかね。ですよね皆さん、これは本物のフィフティファズムスですかね。今回これも出るのかと思ったんですけど、これもうスウォッチって入ってないですもんね。本物のフィフティファズムスかなこれはな。もしこれが出たらもうマジで欲しいなと思ったんですけど、ちょっとここをちょっとねご存知の方教えてください。まあ今回はね、この五大王で出てるような形ですね。はい、皆さんはどのモデルがお好きでしょうか。ぜひねコメント欄で教えてください。あ、ちょっと面白いですね。はい、この時計はね私もねちょっと注目して見ていけたらなと思います。はい、そんな感じでこのチャンネルではですね、腕時計の最新情報、どうしたらロレックスが買えるのか、時計情報をどんどんシェアしていきますので、皆さんもしよければチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。年内1万人目指してます。目前となってきました。よろしくお願いします。メンバーシップもやってます。本日以上になります。ムケムケ OK。ではまた。